か。つかないよ。どうしよう、下がれない。私のつもりでみんな多分いたから、申し訳ない、これ以上下がれないな。向こうのつもりでいたから申し訳ない、申し訳ない、これ以上下がれない。ね、ダクさんが忘れちゃったから、ね、ありがとうございます。見てなかったよ。ありがとうございます。何か今気がついた。改めて改めて見て思いました。どうか。でも生存確認がそんなできないよね今。そうだね、生存確認生きてるか大丈夫。でも朝 LINE 来てたよ。朝だけね。みんな初イベント頑張ってねって。え、見てない。でもあの編集してゲームしてないけど。そんなね、こういう状態ところで分かっちゃった。心で返事した、ありがとう。じゃあ言わしとく、ありがとう、ありがとう。でもどこかのカメラにありがとう、ありがとう、サーチェに伝えといて。ありがとう、ありがとう、サーチェに伝えといて。そっか、修学旅行か。そう、お土産待ってるよも伝えといて。そう、サーチェがお土産欲しいなって言ってたから。そうそう、鍋スのね、お土産ちょうだいとか無理だわ。鍋だからバロップの台本欲しいって言ったら、すごい欲しいって言ってたから、バロップの台本お土産欲しい。ワルフの話もらえるの？もらえますよ。あ、そうなの。リナちゃん、沖縄楽しかったの？沖縄楽しかったですよ。なんかいいなぁ。いいよね。いや、僕行きたかった。なに？もう。なんか静かになっちゃったんだけど。ここだけだ、空間バレアで。沖縄行きたいな。行ったね。行ったでしょ？行きたい、行きたい、行きたい。いや、すぐに行っちゃいました。なんか、すぐにね、行きたかったね。何で行ったの？あ、確かに。わかる。確かに。何一緒に行ったの？え、修学旅行。あ、修学旅行行ったんだ。あ、ハブは見たの？え？ハブ。ハブ？ハブ見なかった。ハブ、ゴキブリが3匹ぐらいいた。そう、沖縄のゴキブリ大きかったよ。誰も聞きたくないよ。大丈夫、大丈夫。もういいじゃん。いや、おんちゃんが興味持ってる。今日の企画より盛り上がってる。そうそうそう、みんな今日の体力で。そうそうそう、もう今日のトークタイムにやってほしい。それ絶対今日のワロップの企画より盛り上がってる。今日のワロップすごい緩かったよ。緩かったね。もうちょっと気合い入れてほしかった。なんかさ、突っ込めなかった。全然突っ込めてないから。今思いました。ちょっとそりゃそうだよ。一桁万円ってことないでしょ。そうなんですか、うん、でも私カメラ買えないや。あ、でもね、これ安いよ。だって、あ、よかったね。2万5千円。おお。いや、まだ買えないけど。カメラ欲しいの。カメラ欲しいの。カメラ持ってますよ。そうだよ。え、最近全然見てないけど。結構楽しみですよ。慌てない。歌うっていう役目があるから。そう、ギター持たずに歌うから。ギターに歌うっていう
ボーカルやるからギター持たないのみたいな、ね、そうそうそう、いつも楽しみにしてる。阿部ちゃん来てくれたんですよ、ね、その私の歌ってるところに、タンバリンだったね、タンバリン、タンバリンちゃんのタンバリン、ギターブ、あれよかしら、黙るのかな、学校でタンバリン部部長って言われて、なんかもう多分それで部にもできないやつだと思う、タンバリン同好会とかして同好会にもできない、個人でやってください、趣味か、趣味タンバリンの、そろそろ撮影会撮影会とトーク、ショーじゃない、じゃああと5秒できた、皆さん今日は2つ現場ありましたが、来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ペペがいなかったの寂しかった、ね、寂しかった、うるさい人がいなかった、ね、トークもだからちょっと静かめな感じだったね。あとね、お伝えしましたが、来月のワロップで最後になります。ワロップさんは本当にお世話になりっぱなしで、うん、ね、お水も買ってきていただいて、やらかった、ちっちゃい、本当にお世話になってるんですけど、ただ本当に皆さん最後の日来ていただけると嬉しいし、その前も何個かイベントあるので皆さんぜひお待ちしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで以上、コケピオでした。それでは皆さんごきげんよう。バイバイじゃなかった。かっこよくさせてみたいですね。